とよく眠れるようになりませんか。うん、うん、でもともとよく眠れるんですよ、ね、あ、そうなんです。あそこはじゃああんまり変化がもともとちょっとどこでも眠れちゃうから、はい、あ、適応力が高いですね、はい、あと思ったのが、はいはい、私これねやってもらうの3回目じゃないですか。あ、はいはいはい、あれですね、全然こんだけゴリゴリやってもらって、うん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 、普通だったら揉み返し来るじゃないですか。あ、はいはいはい、全然揉み返しが来ない、はい、ゴリゴリやってないんですよ。あ、やっているようでそうそうそう、ゴリゴリやってればまあそうですけど、うん、痛くてもそのなんていうんですかね、傷つけてる痛みじゃないから、はい、揉み返さないです。今までは揉み返しってあったんですか。やりましたね。やっぱその辺の駅前とかの安いマッサージ行けば絶対揉み返し来てて、夜お風呂入んないとちょっとやっぱりしんどかったですけど、はいはい、逆に次の日凝っちゃったりとかして、その揉み返しが痛いから、そうですね、それで構えちゃって、はいはいはい、だけど全然ないわ、はい、うん、体に無理かけると揉み返しますけどね。背中とか状態良くなってますね。そうですよね、うん、そこまでバキバキじゃないですよね、うんうん、じゃないです。前だったらこれすごい痛かってましたよ、うん、全然痛くない眠くなってきましたよ。はい、寝ちゃってもいいです。はい足が張ってますね。そうですね、土日の疲れですね、うん、土日どっか行かれたりあったんですか。いや特に近所を散歩っていうか、うん、はい、まあ、炎天下でしたし、あ、そう、子供抱っこ抱っこ言いますし、そうですよね抱っこしてるとその分のこう重さもね、うん、加わってますから足腰つらいですよね、うん、
どうですか？全然気持ちいいですね、うん、これすごい痛がってたやつですけど、すねるいますねってやつですよね、はい、そうですそうです、全然気持ちいいわ、うん、今私睡魔と戦っております。あったぞね、すいません話しかけちゃって。